はい、今回は、イオックサローザのナイターにやってきました。でこのイオックサローザ自体、僕富山県に住んでるんですけども、初めてこのスキー場に来ました。で今本当に最初の1本目なので、ちょっと1本ですね、ちょっとコース状態がわからないので1本ちょっととりあえずどんなスキー場なのか見に行ってみたいと思います。今日は結構雪が結構降ってますね。もう早速結構な斜度がありますね。イオックサローザは、ナイターなんですけど、ゴンドラが動いていて結構な滑走距離が滑れるらしいですよね。結構いい駐車面が最初から広がってますね。ちょっとここ大きなターンで行ってみたいと思います。はい、イオックサローザの、一番斜度があるところに、多分やってきました。ちょっと僕もね、コースマップでしか確認しないので、初めてなんですけど、結構いい斜度があるかなと思いますね。20度後半から30度近くあるのかなと思います。ここは圧雪入らないみたいですね。いやでも結構今日は雪がいいので、気持ちよく滑れそうな気がします。それでは滑ってきます。雪がとってもいい感じなので滑りやすいです。ナイターでもうちょっと富山のスキー場って標高が低いので結構ガリッとした感じになるかなと思ってたんですけど、今日はすごい雪がいいので滑りやすいです。
結構滑りごたえありますね。でも下の方はね、すごい緩斜面で、あのお子さんね、連れたファミリーなんかすごい最高な感じの斜面で、ねじれもなく、すごい滑りやすいなっていう印象ですね。すごいよく座ろうぞと楽しいので、なんかまた来たいなって感じがするスキー場です。メールマガジンの登録方法をご紹介します。パソコンでご覧の方は YouTube 動画の下部にあります URL をクリックしてください。スマートフォンでご覧の方は下向きのくの字をタップして URL をタップしていきます。下にスクロールして今すぐここをクリックして無料で動画を手に入れる部分をクリックします。動画はメールにて届きますので、注意事項をお読みいただき、お名前、メールアドレス、お好きなパスワードをご入力して登録ボタンを押しますと、メールが届きますので、会員サイトにアクセスなさってください。登録方法は以上となります。